これがどういう意味か分かるか。ちょっと偏差値低いんでちょっと分かんないです。そうか、次の挑戦者は俺だ。ちょっと待って、いや僕がチャンピオンだからそれは僕に決定権ありますよね。うぜえこの野郎。じゃあ、あの両者の合意がありましたので8月13日後楽園ホール大会におきまして DDT エクストリーム選手権試合チャンピオン平田和樹対挑戦者坂口幸男、はい、決定いたします。